さんおはこんばんちは、ゆっくりヨウムです。不安だよ。魔法の壺を手に入れてさらに奥へと進みます。ちょっと都合心でございます。主にこれは掃除する道具なのかな？雪のように積もったホコリを吹き飛ばします。これ砂じゃない？答えはわからないのでこれくらいにしておきましょう。賢明な判断。よっこらせ。これあげるだけでも一苦労だね。重そう。神殿をクリアすることに精神的にも肉体的にもレベルアップします。ここに繋がるのね。どこでしたっけ？はしごの上に結界があって通れなかったとこだね。あー理解しました。とりあえずこれをどけて先に行きます。移動範囲が広がったね。散策しましたがお掃除壺で進めるような場所はありませんでした。鍵のかかった扉の反対側は行ってないんじゃない？そう思ってきたのです。三つ首モンスターはさっき倒したからもう大丈夫だね。マジか。クオモメメメメ。おっと一撃。決まりました。とやー。こいつを倒すと20ルピーなのか。厄介だな。結合紙で開きません。どこかに仕掛けがあるわず。こんな時は、あたりを見渡す。キョロキョロ、キョロキョロ。あ、そういえばあんなのあったね。これはチリツモです。使い方おかしいんだよ。チリが積もれば吹き飛ばす。ただの仕事ですやん。割とハートが出てきて助かります。出た！このサソリ鬱陶しいね。そうなんです、吹き飛ばしてもキリがない。よしよし。あらら。だよね。箱が隣にあるもんね。もちろんこれを使いますよね。これで継続的にシャッターアップです。そろそろボス戦に近づいてるわず。なんだかまだまだな気がします。かなり入り組んでるね。昔の人が作った遺跡は奥が深すぎてゆとりには無理です。わっしょいわっしょい吹き飛ばせー。雑魚敵もろとも吹き飛ばせー。あ、結晶石だ。スイッチオン。めっちゃ難しそうになりました。監視してきそうなヤバい敵もいるぞ。これはかなり苦戦しそうです。なかなかだね。真ん中のゼンマイを回すみたいですね。今までなら剣でこう。でも今なら壺でこう。あ、逆風でした。よいしょよいしょ。わっしょいわっしょい。よいしょよいしょ。わっしょいわっしょい。ふむ、これはこれで楽しいですね。扉の上に風車の仕掛けがあるね。やはり大活躍しますね。なんだか水をぶっかけてるみたいです。確かにスーパーマリオサンシャインだね。ゲームキューブを代表する神ゲー。あの時代のゲームの中では自由度が高かった気がするね。こいつは一気に間を詰めて切りつけます。早速放ってきやがった。ひとまず退散します。今だ。出会え出会え。ところにギャース。こいつはリロードが早いな。なんて高性能な連射機能を内蔵してやがる。アドネギャー。うまくいったら倒し甲斐があります。ダメージ受けたらめちゃめちゃ腹立ちます。プログラミングされた機械に歯が立たないなんてそんな情けないことはないですよ。ほんとでも最近は進化してるからね。恐ろしい世界ですよ。まったく便利ですけどね。 AI ってやつですな。ちょっとおじさんついていけないや。おいおい諦めるな。なるほど、足場のとこまで風で運ぶわけですね。ミミミ、ミサイルですか？いやいや、マジでヤバいやつだ。ははは。なんでてこの、もう。隙を見て足場を動かすしかないんじゃない？そうですね、もう無視します。え？ちょ、お前アホかなんやねん、それ。あははは、まさかの追跡ボム？これはまずい。苦手な敵ランキングで上位に来る追跡系のやつです。おいおい、音速くなってる。飛んでけおい。マジですか？壺の風がほぼ効いてない。怖い怖い、助けてー。いやこいつはかなりヤバいね。フランさんも気づきましたか？笑い事じゃないパターンのやつです。少しの距離だと余裕で詰めてくるね。そうなんです。しかも爆発直前に動きが速くなるんですよー。こらこらこら。一方的にやられちゃってるね。愛さんに盾で跳ね返せるか聞いたので早速実践です。そしていつの間にか死にそう。頑張って倒したのにルピーですか。しかもバウンドして落ちるという。もうめちゃくちゃですよ。倒し損でした。失笑。とりあえず体力回復させないとね。誰でもいいので私にハートを与えてください。びっくりしました。でもこのガーディアンはもう大丈夫ね。おっしゃる通りかなり倒してきてますからね。出はみるからに分かりやすい仕掛けを解くとしますか。なんだか裏がありそうだね。その発想はなかったです。疑心暗鬼になっていますね。フライさん、いや別になってないよ。嫌になってるのはヨウムでしょ。ゼルダ様のためならこんな試練お茶の子さいさいですよ。
高確率でボス戦。なんでちょっと楽しそうなの。さっきみたい討伐してますからね、マリオみたいに。この三つ首は攻撃パターンが読みやすいからね。そうです、もう怖くないです。一首残したか。一首とか言わないよね。まったくんなところで指摘するのやめてください、訴えますよ。これだけで裁判だった。ナイス。クズ子の華麗に倒した後に剣を鞘に戻す仕草がかっこいい。でもまだ鉄格子は降りたままだよ。あ、ほんとですね。まああんな三つ首モンスターは前座だったというわけですな。ですよね。おやおや、あれは結晶石。嫌な予感です。前まで結晶石は見つけたら手投げアイテムだったのに、今やさらなる強敵を生み出すモンスターメーカーとなってしまいました。絶対投手だね。古代の石像が復活しましたよ。ミサイルだけは勘弁してほしいね。本当に。嫌だな、近づきたくないな。早いけ、行くしかないから。とりあえず使いそうな壺を片手にヨウム選手挑みます。この半円が怪しいね。ひぃ、頭にプロペラついてるぞ。やはりこれを使うのですね。王に面像になってます。移動範囲は限られているみたいね。あくまで門番なので、この半円からは出られないようですね。よよっしゃ、まず片面潰しました。アップね。急に飛距離が伸びてびっくりしました。プロペラさえ回せれば余裕よ。おやおやおや、開いたよ。これは月で一撃です。あ、逃げろ逃げろ。この程度の攻撃なら十分避けれます。ジャンプのインターバルが長い今のうちに。開いたね。何やってんの。ボタボーで進む。やりましたー。しかもハート2個。この際、石像からのハートでも文句は言いません。やったね、たくさん得点があるね。やっぱりこうでなくっちゃ。ハート3つでしたよ、これはでかい。そして宝箱。一応さっきの中ボスのくくりですよね。またもやしのアイテムですか。大盤振る舞いはなかったね。このタイミングでマップですか。いやでももう少し見たいね。頑張りますよ。あー、ここに出てくるんですね。なんだかこの神殿は最終的にこの大広間に全て繋がってるような作りになってるね。やはりかなり洗練されたハウスデザインです。慣れないね。ほんとやめてほしいです。褒めてなかったのかよ。掃除しながらスイッチオン。同時に行うとは効率的。いや完全に同時ではなかったよね。多めに見てくださいよ。別に見なくても支障ないだろ。マップ上に足場が書かれています。よかった、確認しておいて。これ以上は砂に埋もれないと約束してたもんね。任せてください。ここだ。よしよし、隊長、足場を頼りに進んだところで抜け穴を発見しました。誰に報告してんだよ。よくやった。引き続き深部まで探索を頼む。私もそちらへ向かう。こちらスネーク、お前に突然来てるぞ。絶対来てないよね。このアングルだとつい真似したくなっちゃいます。やっと出れたね。閉所恐怖症なのでかなりしんどかったです。またしても別室と繋がってましたかね。いや、この部屋は初見じゃない。そうですね。というかこれ砂じゃなくてまさか太陽の埃。ちょっといいマスク用意してください。吸い込んで確実に病気になります。しかもトゲ付きだね。掃除してやってるのにこの仕打ちですか。これこれ、かなり進んできましたよ。空気中に飛ばしてるとしたらもう前が見えなくなっても言わず。そこは魔法の壺ですからね。大人の都合ってやつだね。途中で妖精さんも瓶に詰められたし、オケです。気づけばかなりダメージ食らってるね。いい傷薬をください。なんだかすごそうな塊が。吹っ飛べー。マップによるとこの大広間からゼルダ様のところへ続いてますからね。もう少しだね。んー、何ですかこの鉱山を運ぶ用のトロッコは。乗れないトロッコなんか全く意味がないです。ふざけんな。そこに怒るのかよ。いろいろ試しましたが、ここで爆弾を投下してみます。切り札的存在の爆弾。やはり彼は有能でした。なんとまさかの全自動。そして地面が現れていきます。これは新しい仕掛けだね。さあこのままボス部屋まで連れてっておくれ。おや、何ですかこれは。カブとか何かかな。かぶれたら面白いね。また貴様ですか。だが私は負けない。この風車を回し切るまでは。すごい執念。では次回はこのミサイルマンを破りボス戦へと続きます。え、ここで
ご視聴ありがとうございました。次回も、ゆっくりしていってね。今回も最後までご視聴ありがとうございます。なかなか入り組んだ神殿で正直かなり苦戦しています。まあぶっちゃけうまいわけでもないしね。こらこら、次回はボス戦、そして次のステージへ向かいますので皆様よろしくお願いいたします。2019年も頑張っていくよ。おう。